エナリー！ジャック。リドリー、しっかりしろ。今助けてやるからな。リドリーさん、礼を言いますよ、ジャック君。ルシオン殿？器の覚醒を妨げてくれてありがとう。金龍の器と化したその娘に私は手出しができなかったのでね。銀龍である、このフォティーノにはな。ジャックさん、リドリーさんを連れて逃げてください。死ねるとはな。父上。いや、やった、やったぞ。あとはその器を破壊しさえすれば、あの忌まわしき眠りから逃れられる。人間たちよ、このティトアスの行く果てを共に生きよう。さあ、器を私に捧げよ。リドリーに手を出すんじゃねえ。
恐るべきはやはり人間の力。人間の力は愛する者を守る力。愛する者を守りたいという強い思いだ。そうかもな。お前には監視者など必要なかったということか。どういうことだ。龍、信じる人の思いの中にこそ生き、龍に支配されることを人間は自分で選んでいるのだ。愛する人間たち。